アイドル事変は、明治スによる日本のメディアミックスプロジェクト。47都道府県を代表するアイドル議員による選挙バトル作品。当初は2014年秋配信予定のソーシャルゲームとして発表されていたが、同年8月に延期が発表され、その後1年以上続報のない状態となっていたが、2015年夏にリブートと少子企画が再始動した。リブート後は、 ストーリーや登場人物といった作品書設定や一部キャスティングが発表当初のものから変更がなされており、それに伴い公式ツイッターではリブート以前のつぶやきをすべて消去している。アニメで声がついたキャラクターには声優名の横にと記載。また一部のアイドル議員の声はそれぞれが代表している地域と同じ出身地の声優が担当している。政権与党。読みは 老外党。非常に保守的な議員ばかりで、アイドル政党の存在をうとんじている。強引な政策が目立つが、大半の議員が、至極最もっともな正論を主張している。ただし、物語中で、アイドル議員に、眼下されて、方針違いで離党し願える議員が多い。かつて総理の座に登り詰めた伝説のアイドル議員、三日月か、倉を支えた存在であり、今回の一件で、 カズキたちアイドル議員の前に立ちはだかった。なお、三日月かグラの現役時代からすでに20年以上経過しているにもかかわらず、劇中に登場した4人は現代のアイドル議員と年齢差を感じさせない様子をしている。ハーベストより配信されているスマートフォン用ゲームアプリ。2016年10月21日サービス開始。 2017年4月7日より無期限のメンテナンスのためサービスを休止した後、復帰することなく2017年7月31日をもってサービスを終了する。基本ダウンロード無料、ジャンルはリズムゲーム。夏季ここによるコミカライズが電撃ジーズコミックにて2016年9月号より2017年10月号まで連載された。 2017年2月27日発売、ISBN978 から4から04から89万2692から82017年11月27日発売、ISBN978 から4から04から89万3380から32017年1月から3月まで、東京 MXBS 富士他にて放送された。 放送前の2016年11月2日から12月22日まで、平日にアイドル議員たちのアニメ版の担当声優ほか、1日、1ニュースが公開された。また、オープニングナレーションは、立木文彦が担当している。ありがとうございます。